皆さんこんにちは、福音ハーモニカ奏者の西川です。今日の475回目は哀愁列車です。 Today's 475th live performance is 哀愁列車。今天的第475次演奏是哀愁列車。哀愁列車でしたね。今日のワンポイントレッスンですけれども、非常に速いパッセージがこの曲は続きますよね。ちょうど民謡の拳のようなあの感じ、メロディー自体があの揺れ動いて進んでいくという、ことですよね。例えば、ラシドレミレドシラというのはですね、例えばここで上げているように、下に上げているようにラシドレミレドシラシドレミレドシのような、速いパッセージですね。これは普通にやるのはと一つずつワンフレットずつあの横移動ですよね。でもこれを早くラシドレミレドシラシドレミレドシっていうのは横移動ではとてもじゃないけどできませんよね。だからこれはあの横から縦の移動を使います。これ全然横に移動してないですよね。早吹きの練習を、するとあのこういう曲が非常にあの楽に演奏ができるようになりますね。みんな元気出しましょうね。チアラップ。じゃよ。それではまた明日。